十両、今日は北の若、そして明日は琴裕将のインタビューですが、今日は八角部屋、21歳の新十両北の若です。埼玉栄高校で高校横綱の経験があります。インタビュールームから小林明弘アナウンサーの担当でお送りいたします。どうぞ。はい、それでは新十両力士インタビュー、北の若関です。よろしくお願いします。お願いします。まず十両昇進おめでとうございます。ありがとうございます。北の若関は今まだ21歳の若武者です。山形県の出身、埼玉栄高校時代に高校横綱にも輝いてこの角界に入ってきました。こちらですね。どうでしょう、地元山形からの期待の声なども大きいんじゃないですか。そうですね、ありがたいことにたくさんの人から応援していただいてありがたいです。今横には化粧回しを用意していただきました。埼玉栄高校の化粧回し、この化粧回し、たくさんの関取がつけていますが、どうですか、3日間この化粧回しで土俵入りをしました。すごい嬉しいですね。この先輩たちもつけているものを自分もつけさせていただいて、すごい嬉しい気分です。緊張などはないんですか。緊張はあまりないです。所作などに迷いはないですか。そうですね、相撲よりこう所作の方が少し緊張した日もありました。そうですか。ではその緊張しなかったというですね、北の若関の相撲、ここまでなんと3連勝としています。3番すべてご覧いただきます。中に入った千代ノ皇、上手の北の若寄り切り。立ち上げのようにいきました。突き放す北の若、押し出し、北の若の勝ち。木村光之助が合わせます。回しを求めに行きました。左四つ下手出し投げから送り出し、新十両北の若3連勝。関取3番、ご自身で振り返ってどうですか。そうですね、体は動いてていいなと思います。初日から3連勝というのは想像していました。想像はできてないですね。いや、この1メートル89センチ148キロ、さまざまな実績を引っ提げて角界入りした北の若関、ちょっと今日は幼少の頃からの思い出なども伺っていきますが、まずはお写真をどうぞ。可愛らしいですね。そうです、はい、どんなお子さんだったんですか。とにかく、やんちゃで親に迷惑ばっかかけるような子でした。そうです、はい、はっきりとおっしゃいますね、はい、小学生の頃は相撲もそうなんですけれども野球をやっていたんですね、はい、そうです、はい、その野球ファンぶりを示すお写真もありますが、やっぱり山形県出身ということで。そうですね、楽天のファンだったわけですね。やっぱ東北地元なんで、はい、楽天ずっと応援してました。野球少年だった関取ですけれども、はい、相撲と野球迷うことはなかったですか。もちろん迷いましたし、小学生ながらいろいろ考えて決めましたね。相撲を選んだ決め手となったのは、やっぱり団体競技の難しさを感じて、個人競技の方が少し向いてるかなってことで、そっちやってみようということで相撲を決めました。実際始めた相撲はどうですか。その後中学高校と続けますけれども。そうですね、伸び伸びやらせていただいて、良かったかなと結果的に思います。そうですか、はい、埼玉栄高校では高校横綱に輝きました。こちらですね。この時はどうでしょう。そうですね、すごいやっぱり相撲だけに集中してた時というか、はい、すごいこのインターハイには思い出がいっぱいありますね。この高校総体の優勝だけでなく、本当にもうたくさん世界レベルの大会にも出場して、このようにたくさんの好成績を収めました。どうでしょう、このあたりで将来大相撲へという考えはどれくらいあったんでしょうか。そうですね、大相撲に行こうかなって思ったのはもう高校入学するあたりで、小学校中学校はまだ全然考えてなくて、はい、相撲をただ楽しんで取ってました。そして高校横綱の実績を引っ提げて角界入りしました。非常にこう入門前から注目されていた関取ですけれども、入ってからまず大相撲の世界はどんな世界に移りましたか。そうですね、とにかく厳しい
私生活から何まで、アマチュアとはまた違う感覚で大変な時もありました。どうでしょう、それまでの高校までとは違いましたか？全然違います、はい、ただですね、これ今画面に成績をご覧いただいていますが、初土俵から幕下までは非常に順調に番付を上げていきました。こうどうでしょう、手応えはあったんじゃないですか？まあそうですね、まあ自分的にも幕下からかなっていうところはあったんで、はい、あまり深いことは序ノ口から幕下までは考えてなかったですね、はあ、ただ、ね、関取が今おっしゃったように幕下で2年かかりました。この2年という期間はどうでしょう？すごい勉強になる2年間だったなというか、すごい大変な思いもしましたし、まあ、いい経験でした。どんなところが大変でした？やっぱり小手先では勝てないなっていう感じで、で親方からもいろいろ言われて、そこからこう自分なりにやってここまで来れたかなと思います。小手先、関取非常にこう左の上手を取っての投げが強かったんで、幕下に上がるまではよく投げが出ていましたが、ここ3場所ですね、十両に昇進するまでの3場所だいぶ取り口が変わりましたよね。そうですね、結構前に出る相撲取れてるかなと思います、はい、投げがなくなってですね、上手投げがなくなって寄り切り寄り倒し押し出し、前に出る相撲が非常に多くなりました。このあたりのきっかけはどうですか？やっぱり親方からやっぱり前に出ろってとことんそれだけずっと言われてたんで、はい、もうそれをやろうと思ってからやっぱり意識の違いが出てるかなと思います。幕下まではそんなに意識することはなかったんでしょうか？そうですね、もう伸び伸び取ってたらいけるかなみたいな、まあ、軽い考えといったらあれなんですけど、はい、そんな感じだったんです、ね。初日の相撲などもですね、先ほどご覧いただきましたが、その関取の言う前に出る内容が少し出ていたので、これ振り返りながらなんですけれども、はい、こう中に入られて千代の大関にですね、上手は取ったんですよね？そうですね、左上手がちょっとこの画面の向こう側、ここです、はい、ここで投げに行かずにどんどん出る。そうですね、ここで無理やり投げに行っても怪我につながったりしますし、前に出れてよかったかなと思います。2日目ももう圧倒する内容で前に出てきました。ありがとうございます。非常に前に出る相撲で十両に昇進した北の若関のインタビュー、続きはまた後ほどお伝えします。時刻は4時を回っています。ニュースをお伝え、山形県出身の八角部屋の北の若関、今日インタビューをお届けしていますが、今日正面解説のですね、北の富士さんとは非常にこう関係が深いということで、初めて会ったのはいつ頃でしょう？中学生の頃ですね、はい、お店で。あ、今写真が出てきました。これが中学生の頃の北の若関、はいはい、どんな声をかけられたんですか？まあ、体は大きいなっていうふうに普通に世間話させていただいて、はい、それから、まあ、プロ大相撲に入る気はあるのかみたいな話から少しずつこう話す機会があって面倒見てもらってます、はい、当然北の富士さんのことはご存知だったんですね？そうですね、すごい相撲も見てましたし、はい、かっこいいなと思ってました。どうでしょう、その、ね、元横綱から声をかけられたというのは？いや、もうすごく嬉しかったですね。今でも相撲のことをいろいろ教えてくださった。どうでしょう、関取から今日ってる。そうですね、そうですね、結構言われますね、はい、それは厳しく言われるんでしょうか？まあ、ありがたいことに。そうですね、ちょっとまた後ほどね、北の富士さんにもちょっと一言北の若関に激励をいただこうと思います、はい、あ、もう一声いただけるようなので、はい、では北の富士さんからの、はい、まずはじゃあどうでしょう、関取から今日の相撲も含めて報告をしていただけますか？はい、まあ、そうですね、まあ、まあ相撲内容は昨日の方が良かったかもしれないんですけど、体動いているのでそういうところ見てもらえればいいなと思ってます。正面の北の富士さん、いかがでしょうか？マクスター時代よりもね、体がよく動いてるし、伸び伸び取れてスケールの大きな相撲でね、この相撲を磨きかけていけばいいんじゃないでしょうかね。まだ3日目ですからね、まあ、早く勝ち越してね、
まあ全勝でもしてください、うん、頑張ります。いや、あの全勝というなかなかこう高い目標を掲げられました。あの優しい言葉でしたね。そうですね、思ったよりは、はい、思ったよりはどうですか、あの北の富士さん、何かこう関取にこれからの課題期待をもう少し伺えますか。まあ、師匠がいることだしね、僕ら言うことじゃないんですけど、まあ、前に出るというね、相撲をやっぱり磨いていくべきだと思います。スケールの大きなね、うん、相撲力士になってほしいと思いますね。まだ昇進も上へも行ってないしね、まだ あれもしてないからね、まあ、勝ち越したらなんとかなと思ったんだけど、まあ、目先の一生にこだわらずね、伸び伸びやってください。頑張ります。山形出身八角部屋の北の若関です。部屋の師匠が八角理事長ということで、先ほどもね、あの取り口の変化についてすごく厳しく言われていたということですが、その師匠八角親方の声をお届けします。幕下の上位に来てですね、やっぱりこのままじゃいけないぞという気持ちになったんでしょうね。ようやくそこで、言われていることが分かるようになってきたと思いますね。まあ、そして関取2人に稽古をつけられてありがたく疲れといつも言ってるんですけれども、そういう気持ちがよくようやく分かってきたような気がしますね。今のままこの胸を出してくる先輩たちに、ね、感謝しながら、自分の力を出し切る稽古をしていけばいいと思いますけれども、まあ、その他ね、付き人に対してでも、人間的にでもね、よく育て、いい力士になってほしいですね。このままね、大きく育ってほしいですね。 大きい相撲にとってですね、また相撲業をセットセット背負って立つね、ぐらいの気持ちで行ってほしいですね。若いだけにですね、期待は大きいです。まあ、気づかないことがまだまだあるからね、これからどん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 言ってこないとね。いろいろとまだ指導することはあるということですが、ただ関取、角界を背負って立つ、そういう期待もありましたよ。どうですか。いや、まだちょっと自分からは何とも言えないんですけど、まあ、自分なりに全力で頑張って親方の期待に応えられるように、まあ、関取衆の人たちにも感謝してやっていきたいです。これからどうでしょう、目指していく、まあ、目標か、もしくはこう目指す存在などがいれば教えてください。そうですね、親方からも毎日言われているので、やっぱ前に出る相撲を自分の相撲にして、こうどんどん前に出て力強い相撲を取っていきたいです。番付の目標とかそういうことはありますか。とにかくもう少しでも上に行く、全力でやるっていうことだけ集中してやっていきたいです。3連勝とした今場所についてはどうでしょうか。この後まだ長く相撲が残っています。そうですね、もう分からないことばかりなので、もう全力で一日一日やっていきたいです。その全力で前に出る相撲を期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。新十両力士インタビュー。